隊を三つに分けて主力は迂回、初手次第じゃ交代だって？臆病者かよ。なんて言った？は？お前今なんて言った？僕のどこが臆病だ？これはれっきとした作戦だ。それをよせよ体温。話せ。コロニー13は未知のコロニーだ。データも揃ってない。慎重すぎんだよお前は。まだるっこしって言ってんだ。見ろあれを。今食わなきゃいつ食える？時間がねえんだよ俺たちには。それはなあ体温よ、俺たちは黒金のラムダだぞ。イスルギ軍務長を率いるコロニーだぞ。名も馳せていないコロニーなんざ脇腹からつけば一撃だ。違うか？要は勢いだ、度胸なんだよ。大事なのは。なるほどね。陽動部隊が敵を引きつけて本体は知性的に防備が手薄になっている側面から進撃、これがベストというわけね。体温。あ、はい、そうです。そっか、あなたがそう言うのなら決めましょうね、イスルギ。うん、君が良しとするなら異論はない。いいな体温。あ、はい。軍務長、作戦課長、そろそろキャッスルから新しい執政官がお見えになる時間です。わかった、すぐ行く。あら、もうそんな時間？ナミ、まだそんなものを使っているのか？まだとは失礼ね、イスルギ。機械式のこれの方が瞳の時計よりよっぽど正確よ。黒い霧にも影響を受けないしね、タイオン。え？あ、はい。何も見えない。小隊長、どこですか？小隊長、体が。南の地下水脈から外に出られます。君たちはそこへ。ナミさんは？私たちはここで敵軍を阻みます。バカなこと言わないでください。無駄死にです。タイオン。ナミさん、君たちには未来がある。成人となるその日までどうか生き延びて。これを。そんな、ダメですナミさん。いい、生き延びるのよ体温。必ず生きてコロニーに。体温、何してる？急げ。でも体温。ナミさん、ナミさん、ナミさん。
人見に頼りすぎなんだよ、やつは。だからああいうことになる。不運に尽きる。策は正しかった。黒い霧さえ出なければ。肌感だよ、肌感。目は前にしかついていねえ。だから遅れる。音、大気、呼吸、そういうもんを感じ取れりゃ瞳は必要ねえ。その割にはあっけなく引き下がってきたじゃないか。そこは棚上げかい？棚上げは良くないんだな。はあ、俺はやられちゃいねえぜ。制限時間いっぱい奴らと遊んできただけだ。言い訳は何とでも立ちます。どういう意味だよ。お取り込み中ちょっといいかな。次は僕一人で行こうと思うんだけど、ダメかな？直接その瞳で見たいってか。まあね。おまけにコロニーラムダはイスルギだろ。そっちでも面白そうなことあるしね。ね、いいよね、みんな。よく眠れたか？ああ、ぐっすりと。部屋ありがとう。わざわざ開けてくれたんだろ？気にするな。軍務長と俺からの気持ちだ。瞳のひどけ。半信半疑だったんだ。で、試しにさっき外のホッグスを飼ってみた。どうだった？なんにもなしだ。ひどけも出なきゃ粒子も立ち上らない。現実なんだな。ああ、俺たちも最初は戸惑ったよ。それにはみんな感謝している。土暮れの日時計は効率悪くってな。日々命の残りを気にしなきゃならなかった。土暮れって、エーセルは白金じゃなかったのか？俺たちが助けられた時すでに。まあ、いろいろとな。カムナビって知ってるか？グレンのカムナビ、アグヌスきっての戦人、エセル軍務長の公敵手だ。知ってる。アグヌスで並ぶものなしと言われるほどの槍術と鉄巨神の使い手。そっか、エセルの公敵手だったんだ。俺たちは何度も何度もカムナビと戦った。俺たちも奴らも多くが傷ついた。ある時、奴の鉄巨神の膝関節がいっちまった。岡田、整備不良かなんかだろう。軍務長の勝利は目の前だった。しかし、他人の昔話を勝手にするのは好きになれないぞ、ボレアリス。軍務長、すいません、つい冗談だ。エセル、いわゆる不祥事ってやつさ。私はキャッスルに白金を剥奪され、土暮れとなったんだ。見ろ、最下級となっても皆この私に付き従ってくれる。明日の命も定かではないというのに。故に私は勝たねばならない、カムナビに。え、でももう。
命の日時計の束縛は確かになくなった。だが、それとこれとは違う。何が違うんだ？意地、誇り、願い、喜び。言葉にするのは難しいが、つまりはそういうことだ。私の残り時間は限られている。それを兵たちは理解してくれている。私は、いいだ、私たちにとってはカムナビとの再戦が全てなのさ。それが残り少ないこの命の使い方だ。命の使い方。なるほど。心情的には理解できなくもない。そうなのか？理解したわけじゃない。できなくもないと言っただけだ。さてと、無駄話はこのくらいにしておこう。昨夜の話では、君たちの目的の場所は体験の大地だったな。ああ、ついてこい。ここが体験の大地だ。まあ、これ自体は誰でも知っているものだが、ここに行き着くにはいくつかのルートがある。北のルートと南のルート、そして大海の渦を突っ切る中央ルート。中央、行けるのか？行けた者はいない。なんだ。海上からだろうと空中からだろうと、渦に近づいた者は全てバラバラにされてしまう。波や風の類とは違う、何らかの力がここには働いている。よって消去法で言って、この2つ、北と南だが、北はおすすめはしない。理由は？道が険しく、アグヌスの本拠地であるキャッスルもある。通り抜けることすら難しいだろう。体温、正しかったね。当然だ。加えて君たちはウロボロス、相対したコロニーに私たちのようなことが起きないとも限らない。確実に起きるだろうな。南ならば比較的戦線が安定している。このルートで進んだとしても2ヶ月もあればたどり着けるだろう。2ヶ月。ただ何ですか？たどり着けたとしても、そのシティか、それがここにあるという話、にわかには信じがたい。というと？以前このエリアに進軍したことがあるのだが、何もなかった。あの体験が大地に突き立っていただけだ。もっとも、シティという言葉自体が何を指すかにもよるが、人かもしれんし、物かもしれん。ゲルニカの言い方だと、なんかコロニーっぽくなかった？お、俺は物っぽく聞こえたぜ。それでも目指すか、この地を。ああ、それが目的だからね。俺たちが生きるために。ならば何も言うまい。ボレアリス。はい。彼らの旅立ちに際して、できる限りのことをしてやってくれ。もちろんです。ここの施設は自由に使ってくれて構わない。英気を養ってくれ。大丈夫。エセルも言ってたでしょ、施設は自由に使って構わないって。食べなきゃ力出ないよ。でも堂々としてよね。うおい、これは俺の親友のものだ。1年前まで身につけていた。
ああ、死んだよ。コロニープシーとの戦いでお前らに殺された。ここを撃ち抜かれてど真ん中だ。違うよ、私たちはコロニー軍。ミオちゃん、私でよければいつでも撃って、それであなたの気が済むなら。言うじゃないか。なんだ、あとちょっとじゃねえか。なら命惜しかねえよな。今日死ぬのも三月後に死ぬのも大差ないってか。せいぜい毒盛られないように気をつけな。ひどいよ、あんな言い方。セナ、いいの。彼の親友ではない誰かに私たちは同じことしてきたんだから。仕方ないよ、そうしなかったら私たちだって。仕方ない、これまでそれが当たり前だった。でももう違うでしょ。うん、この力役立てたいんだ。今は理解されなくても。え？サービスさ、遠慮なく食ってくれ。あ、俺らの頃に土くれだろ、結構ヤバかったんだ。おかげで助かったよ。それに選べるようになった。戦わないって選択を。もう誰の命も奪わなくて済む。ずっとそれ願ってた。あんたらのおかげだ。ありがとな。また少し薄くなったかな。はあ、いいお湯だった。お、ミオちゃんお風呂は？もう入ったの？今日はいいかな、汗そんなかいてないし。入れる時に入んなきゃダメだよ。まあでもミオちゃんお風呂入らなくてもいい匂いするけど。ひょっとして他の人たちのこと気にしてる？だったら大丈夫。エセルさんが気を使ってくれて、他の人たちがいない時間帯設けてくれたんだ。あ、うん、それは知ってる。やっぱり入ってこようかな、お風呂。そうしなよ。うん、行ってくる。先に寝てて。わかった、ごゆっくり。おやすみ。うん、おやすみ、セナ。旅立つ前に聞いておきたい。君たちはなぜ共にいる？行きがかり上仕方なくってやつだ。それに問答無用で襲われるからな。今はなんとなくとしか言えないのかも。本当にそうか？そのようには見えないがな。ただこれだけは言える、俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。ウロボロスとなったことでそれに気づけたんだ。思いが一緒なら共にいる理由としては十分さ。そうか。誰もが好き好んで戦っているわけじゃない。ランツは仕方なくと言った。そう、今は誰もが仕方なくだ。そんなものはない方がいいに決まっている。
仕方なくで始まった君たちの旅が今思いによってつながっているのなら、それは誰もが望んでいる世界の姿なのかもしれないな。世界の姿。エセルも旅支度？私はこれよりキャッスルへと向かう。え？私はここの軍務長だ。本国に反旗を翻したのでない以上、報告の義務はある。エセル、それは。安心しろ、君たちのことは話さん。違うんだ、あの執政官はメビウスになった。もしかしたら。君が言っていた化け物のことなら承知している。ならなぜ。それがコロニーを治める者の責務だからな。死生観のことは事故で亡くなった後でもしておくさ。ああ、通信じゃダメなのか。死生観も命の日時計も失って通信というわけにもいくまい。物資の補給も受けなくてはならんしな。補給後に命の日時計が作られたらその時はその時だ。いいのかよ、それで。私たちのことは気にするな。君たちは君たちの望む道を進め、一期一会だ。エセル。ノア、これからの君たちに一つ忠告しておく。ん？執政官は君たちを抹殺しようとしていた。ならばこの先コロニーとの戦闘は避けられないだろう。いいか、可能な限り接触するな。ケベス、アグヌス、いずれのコロニーともだ。でもコロニー4のように日時計の縛りがなくなればみんな解放されるんじゃないんですか。皆が皆私のような考えではないということだ。このコロニーにだって状況を受け入れきれていない者は未だ多い。あ、それ以上に厄介なのは、他のコロニーには好んで戦いをする者だっているということだ。無思慮な同情心や船舶な正義感は必要ないということか。うん、ああ、その通りだ。君たちが関与することで関わった者の運命は大きく変わる。その重さ知ってからでは遅いかもしれん。運命の重さとはいえ、かかる火の粉は振り払わなければならない。どうにもならない時は諦めろ。最善を考え、全力を尽くせ。実りある旅路になることを祈っている。ウロボロスか。私たちもあそこにいることができれば。ずるい。どうしたの、セナ。ゆうべずっと考えてたの。ランツたちばっかずるい。ずるいって？だってそうでしょ。インタリンクしても主導権はあっちだよ。私見てるだけだもん。ああ、そういうずるいね。ミオちゃんだって思わない？ずるいとは思わないけど。ああ、そこの動きは右じゃないとは思うかな。
でしょでしょ、主導権握りたいの？もっと頑張りたいの。みんなの役に立ちたい。セナらしいね。大丈夫じゃないかな。守りたい思いだっけ？ノアが言ってたの？うん。それがある限り順番回ってくるよ。本当？きっと大丈夫。今まで意識したことなかったな。アルマ、そっちじゃ見たことなかった？いや、廊下ってさ、あれそうじゃないかな。廊下だよ、これは。あの小さなアルマが年を経ると隣のやつになる。考えてみれば、この世界の生き物、俺たち以外みんなそうだ。あ、こんな大事なこと、なんで今まで気づかなかったんだろう。気づけば希望となり、やがて絶望へと変わってゆく。進まぬことの意義が深く深く刺さってゆく。刹那の時、思考の体験、その輝き、何者にも勝るというのに。だけに骨が折れるよね。めんどくさ。いずれ知ることになる。それがいかに貴重で変えがたいものであったのかを。職は近い。仲良さそう。気が合うんだろうね。なんだろう、あのアルマたちを見てるとなんか安心するな。うん。これもウロボロスになったせいなんだろうか。どうかな。でも悪くないよ、この感覚。ああ、悪くない。あの木が何か？ああ、少しだけ昔をある人を思い出していた。ある人？これはサフロージュよ。知ってます。でもこんなに咲き乱れているのは見たことない。でしょうね。あ、なぜ僕にこの写真を？私の宝物なの。その写真の場所へいつか帰りたい夢なんだ私の。残り時間は限られているけど、いつか
僕に作戦の立案やこいつの使い方を教えてくれた人なんだ。すまん。構わないさ。彼女なんだって、あの写真を僕に渡したかったんじゃないかな。思いを、思いを渡す、そういうのあるからさ。ノア、この兵士は体温、この者たちをですか。うん、やってくれるよね。理由は敵兵士と結託しているからですか。だとしてもまずは情報の精査を。もうめんどくさいやつだな。ゲーみたいにしてもいいんだけど。はっ、やめた。これつまんないや。今回は別の方法にしよう。失勢感。じゃあ行くよ、イスルギ。さあぶちまけろ、意識の下にある全ての感情を。ひどいありさまだな。最近のじゃないよね、かなり前。それも凄まじい規模の戦闘。兵士だけじゃない、鉄巨神の残骸もあちこちにある。まだ使えるものあるかもしれない、探そうぜ。ああ、そうだな、みんなで手分けして探してみよう。使えるものったってな、みんな錆びついてんじゃねえかよ。もな、ダメだ、コネクターの K が合わねえや。ん、ケベスの兵士か。こんなところでずっと。これって、なんで私の名前が。なんか目ぼしいもんでも見つけたか。え、なんか目ぼしいもんでも見つけたかって聞いてんの。え、いや、なんもねえよ、なんも。なんだよ、じっと動かないからなんか見つけたのかと思ったじゃねえか。
よ、こっちどかすの手伝ってくれよ。ああ、わかった。気のせいだよな。ただ同じ名前のやつだっただけ、それだけさ。おい、みんなこっち。これって黄金の日時計の残骸？初めて見た。これが黄金の。変じゃねえか。黄金っていや、全てのコロニーの頂点に立つランクだ。それがこの有様。これケベス軍のだよね。ああ、間違いない。その割にはアグネスの兵士も武器も見当たらない。どういうことだ。一体何と戦ったらこうなるんだ。おい、まさかまた。なんだよ、ただのレウニスじゃねえか。びっくりさせやがって。ああ、このコロニーをやったやつじゃなさそうだ。そうか、ここはもう軍務長、仇を。人は乗ってないのか。ああ、こいつはキャッスルから供給された自立偵察型。人が操作する必要はない。このマーク、ラムダのだよね。え、ラムダって確か。うん、急いでここを離れよう。たとえ無人であっても、今の戦闘情報はコロニーに伝達されているはずだ。戦ったのが僕たちであることがバレている可能性もある。だな。他に役に立ちそうなもんもねえみたいだし。行こうぜ、ノア。わかった、ミオ。うん。ユーニ、
ありがとう。いい香り。当然だ、セリオスアネモネ。インビリア山脈に咲く希少な花から抽出している。なんだよ、趣味あるじゃん。実益も兼ねている。ふん、実益になったようだな。何よりだ。の、知ってたのか。僕も同じだからな。え？武器を収め、仲間の顔を見回すといつも安堵する。これで今日は終わりだと。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか、僕はここにいるだろうかと。刻印のが楽だよね、いつかわかる。でも戦いは、その時が迫ってもそう思えるだろうか。僕にはわからない。僕たちには想像することしかできない。そこにあるのが満足感なのか、恐怖心なのか。怖いのは嫌だな。僕もだ。だからこそ、力任せに一気に駆け抜けた方がいいんじゃね。いや、メビウスの襲撃を受けやすい場所は避けた方がいいって。おそらくだが、ここ一帯を掌握しているのは以前僕が所属していたコロニーだ。本当か？体温、昨日のレオニスは。ああ、コロニーラムダのものに間違いない。もしかして結構危ない状況？体温、ここ詳しいのか？掌握作戦に参加したことはある。何かいい案でもあるの？それは。体温？確かそれなりの規模の行動があったはず。いいんじゃねえか、敵はやってくるかもしれんが、地下に潜れば少なくとも大掛かりな鉄巨神に襲われることはね。行動、興味津々も。お宝が見つかりそうも。まそれが最善みたいだな。しかしだな、長い間使われていないものだから当然落盤の危険もある。いざという時の逃走経路が限定されるというリスクも。いやいやいや、言い出しっぺはお前さんだろ。なら他に策があんのかよ。それともここでずっとテント暮らしを続けるか？それは。はいはい、そこまで。どのルートを取ってもリスクはついて回るんだし、ここは少しでも楽と思える選択をしましょう。悪い方に考えないで、前向きに考えれば自然と道は開けるわ。ミオちゃん、急にどうしたの？年長者としての存在感を示したいんだな。けなげだね。そこうるさい。よし、行こう。目的地は行動だ。あ、ちょっと待って。いいな、君は。あ？その根拠のない自信、分けてもらいたいくらいだ。あれこれ屁みたいな理屈をこねくり回して、結局動かねえより何万倍もマシだろうが。誰のことを言ってる？
さーてな。自信なんてねえよ。俺は動かなきゃならない。そんだけだ。意味がわからん。お前さんだって動かないなりの理由があんだろ。怖いのか。ノアがな、よく言うんだよ、背負い込むなって。俺が動かなきゃいられない理由分かってんだよ。あいつ間違ってるって言ってんだ。そう言われてもな、正そうにもその相手はもういねえ。だからこれしかできねえ。お前さんだって似たようなもんなんだろ。ああ、ま、でもよ、お前さんのその慎重なとこ嫌いじゃねえぜ。言ってることがさっきと真逆だが。前言撤回ってやつだ。こいつは煙幕か。匂いが変も、これただの煙じゃないもん。煙の中から戦法。その時と同じだってのか。でもこいつらはアグネスの兵士だぞ。わからない、なんでこの戦法を。本当に軍務長なのか。厄介だよこいつは。どっから襲われるか分かったもんじゃねえ。水だ。水？ああ、ここの地下には水脈がある。そこから外へと出られる。逃げられるってこと？タイヨン、決めろ。俺はお前の判断を信じる。ロンツ、そうだ、逃げるしかない。今はそれが最善と僕は判断する。そうと決まれば急ぐぜ。案内しろ。了解だ。ここだ。見えないけど、すごい数だってわかる。飛び込むぞ。息を目いっぱい溜めろ。
やはりイスルギ軍務長、久しぶりだな、タイオン。あいつ、やはりあなたもウロボロスの僕たちの抹殺を命令されているんですか。少し違うな。え、気づいているんだろ、この作戦はあの時と同じだ。ナミが死んだあの時と、お前ならこのルートを選択すると思っていた。だからこうして待ち受けていたんだ。わざわざあの時と同じ状況を再現してな。どうしてそんなことを。理由？そうだな、あえて言うなら、今一度核を知らしめ、思い知らせ、絶望させるためだ。お前の心を、お前たらしめている全てを足元から粉砕するために。これは復讐だ。志半ばで死に追いやられたナミの怨嗟だ。お前自身の過去が今のお前を断罪するんだよ。ナミがお前に託したものだろう。そのまま持っていろ。僕のせいです。僕が意地を張ったから。もっと慎重な作戦を提示していれば、そのせいで作戦課長は、ナミさんは、僕には重すぎます。僕にはその資格がない。僕のせいなんですね。誰よりも優しかった軍務長にナミさんの命を奪った敵の戦法を使わせてしまったのは、そこまでしてこの僕を殺そうと、そう決意させてしまったのは。その通りだ、タイオン。過去は人を狂わすんだよ。いい加減、しぶといぞ。イスルギ軍務長、もうやめてください。タイオン、あそこでヨラの力を使わなきゃ。大丈夫、名人のに見逃しちまうぜ。ここでは初めてなんだって。ユリ、ダメだ、見ろこれを。サフロージュ、なぜ僕にこの写真。残り時間が限られている。どいつが本物だ。
これか！こいつか！にしやがって、ねえ、こうなったら幻影者とも全て吹き飛ばしてやる。あんなの俺だって防ぎきれねえ。体温はウロボロスに慣れた。私だってラズ、ついてきて。なんだって？いいから早く。終わりだ体温。太陽もみんなも、あんたなんかに絶対にやらせない。勘がいいな、ランズ。なんで止める？こいつが出しゃばりさえしなければ。ゾランはお前を守りたかったんだ。もういい、喧嘩はやめて。ねえ、なんでハンマー当たんなきゃ意味ねえだろ。私サンクに、一応初めましてかな。やめてください、軍務長。僕たちはあなたと戦う理由がない。それでも命が欲しいというなら、僕のをあげます。太陽！それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕は
無長が泥んこになったもん。震えるほど懐かしいって感情がわかるかい？その声。久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って、10年そこそこの一生じゃ、所詮言葉でしかないよね。実感がない。でもね、まさかノア、ユーニ、リク、ランツ、今の僕は感動的ですらあるんだ。ギョラン、本当に泣きたいくらいだよ。ギョラン、お前。ギョラン、知っているの？いえ、知ってる。そう、ギョラン、あの瓦礫と炎の中、アグヌスとの戦闘で死んだ昔の仲間だけど、本当なのか？そんなことが。あの記憶が間違いでない限り。ノア？ヨラン！お前、あのヨランなのか？生きていたのか？生きていた？違うね。死んだんだよ、僕は。あの時だからこうしていられる。僕の名はジェイ。僕はメビウスになったんだ。メビウスだって？ヨラン、おかげでこの力を手に入れた。僕はね、人の記憶を泥人形に移し替えることができるんだ。泥人形に移し替える？だっていやだ。俺はまだ。嫌だって言ったんだ。なのに無理やり。ひどいよ。私たちだけを戦わせて。体は泥でも、思いは本人そのものさ。心がないから、明け透けの言葉で語るけどね。ヨラン。本当言うとね、こんな雑魚たちじゃなくて、ノアやユーニやランツを人形にしたかったんだ。その涼やかな顔からどんな言葉が出てくるのか聞きたかったな。君らがウロボロスでなけりゃな。お前、そんなやつじゃなかっただろ。どうしちまったんだよ。僕の何を知ってたっていうの？何も知らないくせに。
これが僕なんだよ、ユーニ。本当の僕だ。隠す必要なんてない。ありのままでいいんだ。メビウスになって僕は絶好調なのさ。だから感じてよ、僕の喜びを、僕のこの高まりを。感じてくれたかな、僕の高まり。ふざけんな。何が高まりだよ。これが本当のお前なのかよ。俺たちを救ってくれたあのヨランなのかよ。ヨラン、ヨラン、ヨラン、ヨラン。わからない？全然わからない？あの瞬間、僕は君たちを超えたんだよ。君たちのそのちっぽけな命を救うことで。最高だったよ、ランツ。ヨラン。ああ、楽しかった。今日はもう十分かな。楽しいことの独り占めはダメ。次の人に譲らないとね。なんだと？ありがとう、ランツ。
君のおかげで僕は今こうしていられるんだ。じゃあね。体温。そんなことがあったのか。すまない、何も覚えていないんだ。あの失政官の姿以外。私は何か言ってなかったか。お前に、お前たちに何かひどいこと。何も。軍務長はいつもの軍務長でした。僕らの誇りであるあの軍務長でした。体温。そうか、すまない。それは、ナミは常にお前のことを気遣っていた。お前には人並み外れた洞察力がある。自分なんかよりよっぽど優れた軍師になる。ナミは毎日のようにそう言っていた。臆病と言われたかな。違うだろう。お前は優しい。優しすぎるがゆえに相手の気持ちを立ててしまった。そうじゃないのか。あいつは私に言ったよ。お前が導く優しさゆえに得られる勝利というものを見てみたいって。重すぎるとしても、これはお前が持っていろ。そしてそれを持って、いつかナミに会いに行ってほしい。ナミさんに会いに。カデンシアの辺境、ファーレン岩窟洞を抜けた先にサフロージュの花が咲き乱れる場所がある。ナミが大好きだった花だ。最も鮮やかに咲いた一本の根元にそれを埋めてやってほしいんだ。優しさが勝利するということをお前が証明してみせてくれ。全部泥人形だったんだろ。誰も死んでないってのに、なんで送ってるんだ。物騒なやつも。あんだよ。けじめ、出そうも。リク、けじめって？なんで送るのかって。結果的に泥人形だったとしても、あの時俺たちは戦いを選び、倒した。それは変えようのない事実だ。
送られるものがいようといまいとけじめはつけなくちゃな。だそうも。なるほど。けじめね。なあ、いいのかよ、イスルギ。あれで。ああ、問題ない。あっそ、ならもう言わねえ。あれ、不思議だよな。いつ頃から始まったんだろう。いつからかはわからないが、この世界を維持するシステムとして必要なものだから始まったんだろう。世界を維持するシステムね。なんだか難しそうだな。至ってシンプルさ。仲間が死んだ後、どこかで見てくれている安心感のようなもの、罪悪感や喪失感の緩和、僕はそう認識している。そういうの気にしてなさそうなやつも多いだろ。そこにあることが大事なんだ。意識する必要はないし、しなくていいものだ。だが意識した場合はちゃんと機能するようにできている。僕らの命は女王から生まれ、女王へと帰ると言われている。だがそれは成人の儀を迎えられた者だけだ。他の者たち、戦場で死んだ者たちはどうなる？どこに行く？誰もわからない。儀式で舞う粒子はその不安を取り払ってくれる。どこかに行けるかもしれない。そう思わせてくれる。どこかってどこ？女王様のとこ？さあな。なんだよ、案外適当なんだな。悪いか？いや、全然。お前ら、なんでわざわざここで作ってるんだ？コロニーの厨房借りればいいだろ。食堂使えないんだって。誰かさんたちがひっくり返しちゃったから。ミオちゃん？悪かったな。みんなやられてたかもしれなかったから。だから私たち。はいはい、セナたちの活躍はよーく分かってますよ。本当にそう思ってる？うん。もうこれこそ旅の醍醐味。テンション上がってきたもん。ほんと、いい気なもんだな、ノポンは。みんなに当たっても仕方ないだろう。お前こそ、なんで普通にしてられるんだよ。キョランだぞ。あいつが、あの頃のままの姿で。もしかして、自分が原因だって思ってないよな。だったら、そんな考えは今すぐ捨てるんだ。ヨランが現れたこと、それ自体は問題じゃない。問題だろ！その理由を知ることの方がよっぽど重要なんだ。なんだよ、その理由って。俺たちがウロボロスになった理由、この世界がこうである理由、それと一緒だと俺は思ってる。お前の勝手な想像だろ。昔にとどまるよりはいい。俺には忘れることなんてできねえよ。そこに命はないはずなのに、粒子は昇った。だとすれば、
やっぱり。死んだ人は何も思わない。何も語らない。でも、生き残った人は違う。死んだ者のことを思い、語る。だから、僕は。たちは生きてるんだぜ。珍しく落ち込んでんな。うるせえ。ノアに叱られた？ふん、当たらずしも遠からず。お前、チッとは距離感読めよ。やだよ。私だってあそこにいたんだ。忘れろってことじゃない。進もうってノアは言ってる。あいついつも背中見せてるよな。送り人だからね。私らより近いんだよ。消えてった連中に。残るってのもしんどいな。まあね。でも、私は消えたくない。そうか。そうだな。まだ、消えるわけにはいかねえもんな。軍務長、撃ち取ったぞ！貴様！あと二月だったのに、貴様さえいなければ！生涯って感じ。使えん。
駒どもめ。じゃあいただくよ。かヘドが出るとでも言いたそうだね、エヌ。ここにはゲビタ凶楽しかないのか。そう感じるのも無理はないが、無駄もないのだ。どういう意味だ。凶楽も愛石も開口も離別も根は同質。存在の許容こそが寛容なのだ。この者たちと戯れろと。この世界に無駄は何一つとしてないのだよ。全てはいつなる思いからの方が。ここにあること、それこそが証なのだ。別れとは言わぬ。お前はお前のままであればそれでよい。